風流はフランス海軍の解剖戦艦で同系艦はない。フランス海軍の正式名称は装甲解剖艦である。本級はフランス海軍が自国の沿岸警備のために作り上げた解剖戦艦である。本艦の武装、装甲配置を示した。絞り込まれたタンブルホーム型船体のために原則の砲塔が遮蔽ものなく前方を施行できる。 船体形状は特徴的なタンブルホーム型船体となっている。これは水船部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、水船下部の艦首、艦尾は著しく突出し、 かつ、原則甲板よりも水線部走行の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水線下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美方の社会を船体で狭められずに広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく走行を張る。 全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ装甲を張る面積が減り、船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。水面部が突出した艦首から、艦首甲板に三十四センチメートル単素手法等が一気、司令塔を組み込んだ環境の背後に日本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、関西艇は二本一組のボートダビットが、 片言に一組ずつ、計二組で運用された。関西艇置き場を挟んで、シュミリタリーマストが立つ。その後ろに34センチメートル単素脂肪糖が、後ろ向きに一機配置された。ありがとうございます。